まあ、マリーを子供扱いしないでください。指揮官さん、何かご用ですか？どこ触ってるんですか、指揮官さん。指揮官さんの手、冷たくて気持ちいい。あ、そこはダメです。バカバカバカ、このままじゃマリー嫌いになっちゃいますよ。ここ、こんなに広いんですね。エリナ様もいないし、ちょっと不安かな。マリーはもう大人だし、こんなことで動揺しないんだから。港にはすごいメイドさんがいっぱいいますね。でもみんなと比べてマリー負けてないですから。今日はロイヤルの女の子たちのお茶会に招待されて、美味しいプリンセスバーケルセをいっぱい食べたんです。マリー、ここで友達たくさんできたみたいです。マリー、指揮官さんと一緒にいると楽しいな。指揮官さん、マリーといっぱい遊んでくださいね。時間があったら一緒にホラー映画見たいな。指揮官さんの特別もらっちゃいました。マリーも指揮官さんと同じ気持ちですよ。指揮官さんとの思い出、どんなものでも全部マリーの宝物です。なんだかくすぐったいの。そなた、わらわの体を確かめたいのか。大胆じゃのう。ダメじゃ。もっと近寄っても良いぞ。仕方のないやつじゃのう。そなた、つまらぬ人間じゃのう。人間の一年など天狗にはざれ言のようなもの。じゃが、人の世に今興味がないわけではないぞ。この港、わらわの知らないテクノロジーとやらで溢れてるようじゃ。指揮官殿、案内を頼めるか。そなた、いろいろ詳しいのであろう。どこへ行こうが、人間は祭りと宴が好きじゃの。その通り、わらわも大好きじゃ。ほう、デートをするじゃと。そなたから誘うとは甘く見ていたようじゃ。ではそなたがわらわにどんなひとときをくれるのか期待しておるぞ。ほう、わらわを人の世に引きとどめようとはとんだされごとよの。冗談じゃ。わらわのバカンスはまだ長い。しばらくはそなたのそばにとどまるとしようぞ。もう変なの。はーい、お呼びですか、指揮官さん。もう本当に怒るよ。なんか照れる。ダメ、恥ずかしいよ。この港、面白いところだけど、指揮官がちょっと頼りないかも。その分、バイトの私がシャキッとしなきゃね。この偽装っていうのを着れば、海の上で駆け回ったりできるんだ。ほんと不思議だな。みんな戦ってる時、すごいけど、普段はやっぱり普通の女の子なんだね。漫画友達も見つかったし。今売店でタピオカミルクティー買うと、もう一杯ついてくるんだって。でも一人で二杯はちょっとな。指揮官、時間あったら一緒に行かない？指揮官、
一緒に港のデザート屋さんに行こうよ。あとお散歩にも付き合ってね。ここのこともっと知りたいんだ。その後はほら早く行こう。ここに来て指揮官にいっぱいお世話になって、こんな大切なものまでもらえてありがとう指揮官。これからもっといっぱい指揮官のために頑張るからね。何考えているんですかこのエロアンコ。やっぱりどうしようもないエロアンコね。どこ触ってるのよ。発情期ですかこのエロアンコ。美咲を連れて帰ります。さようなら。美咲だけじゃなく他の女の子まで。この変態ワンコ何を企んでいるんですか。美咲が楽しそうならいいけど、ただし何か変なことしたら絶対許さないんですから。え、私が海に向かって話してた。ああ、私舞台の役者をしていて、その練習で。あって覗いてたんですかこの変態ワンコ。美咲のお世話してくれてありがとう。私もしかしたらあなたのことを勘違いしていたのかもしれません。ほら別に悪い人じゃないっていうか。だからもうしばらくあなたを監視させてもらいます。いいですねこのバカワンコ。あなたの気持ちはわかりました。もう私もバカじゃないんだから。返事？言わなくてもわかるでしょ。本当に鈍いんだからこのバカワンコ。これ大切にしますねワンコさん。なんだか嬉しいな。え、お手伝いしてほしいんですか。指揮官さんでもダメですよ。指揮官さんも疲れちゃいました。ちょっとお休みしていきませんか。指揮官さんでもダメですよ。私おばあちゃんのとこに帰ります。天気がいいと気分もいいですね。今日も港でお散歩です。指揮官さん、後で私のお買い物に付き合ってもらえませんか。おばあちゃんにお土産買ってあげたいんです。指揮官さん、おばあちゃんにお手紙を送ったんです。ここが指揮官さんと女の子がいっぱいいる楽しいところって書いたんですよ。あ、今度指揮官さんにもおばあちゃんのことを紹介しますね。この港で指揮官さんとみんなにいっぱいお世話になりました。特に指揮官さんといるとおばあちゃんといるみたいで安心するんです。いつものお礼に私にしてほしいことあったら何でも言ってくださいね。はぁ、こんな貴重なもの私がもらっていいんですか。おばあちゃんに伝えないと。これ私の一生の宝物にしますね。急にどうしました。次の勝負はお仕事が終わるまでお預けです。何も隠してません。もうチップがないんですか。しょうがないですね。どうぞこちらを。
大事に使ってくださいね。こんな簡単に誘惑に負けちゃうなんて。そんなことではチャンスを逃しちゃいますよ。指揮官さん、一度負けたくらいで諦めちゃダメですよ。人生勝ち負けなんて数えきれないですからね。ルーレットでチップを全部ストレートアップした人を見たことあるんです。あの運命と勝負するかっこよさ、惚れ惚れしちゃいますね。指揮官さんに最近覚えたカードさばきを見せてあげます。よーく見てくださいね。私じゃなくてカードを見てください。指揮官さんって可愛い女の子に振り回されやすいタイプなんですか？ダメですよ。常に冷静でないと勝負に勝てませんから。指揮官さんとの勝負好きですよ。勝ち負け関係なく楽しいですから。それが指揮官さんの一番の魅力です。こんな大切なものいただけるんですか？いきなりこんな大勝負。コールしてあげます。それともレイズした方がいいですか、指揮官さん？あの、何でしょう。どうされました、指揮官さん。もういい加減にしてください。撮影ですか？少し恥ずかしいですが、はい、このポーズで大丈夫ですか？もう変なことしないでください。指揮官さん、もう本当に怒りますよ。少し反省してください。ここの観戦のみんなにも姉妹があるんですね。姉と妹か。あ、ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてました。なんでもないです。獣王にも忍びの技を使う方がいるんですね。はい、指揮官さんも見てみたいですか？あの、それはできません。あまり人にお見せするようなものじゃないから。好きな食べ物ですか？いちごのミルフィーユかな。もしかして少し子供っぽいですか？みんなに話すときいつも心配で。指揮官さん、あの、少しいいですか？占いで港のここが今日のラッキースポットなんです。よければ一緒に付き合ってもらえますか？ありがとうございます。いいことがありそうですね。こんなに大切なものをいただけるなんて。この港は本当に私のラッキースポットですね。あの、もうしばらくここでお手伝いさせてください。これからもよろしくお願いしますね。